にちは、こんばんは、おはようございます。陽介海賊団ゲーム実況です。今日も、星のドラゴンクエストやっていきたいと思います。先ほど福引きのところをちょっと見ると10連宝箱福引きで星5が1枠確定らしいんですけれども、ジェムが3000個必要、今700個しかないんで、ちょっと頑張って3000個集めたから10連福引きをやりたいと思います。ちょっとそれを楽しみに頑張りたいと思います。じゃあ、続きいきましょう。なんか賢者様に会ってその続きなんかここに行くということなんですが、ここにちゃんとその推奨レベル、スタミナ、必要なスタミナ、あとバトル数っていうのが出てるんですね。いきます。誰がいいかな。やっぱり賢者にしましょう。僧侶か。はい、薬草を持っていきます。食べ物がないよ。あったあった。これ1回ずつちゃんと選ばなきゃいけないのかな。いきます、出発。はい、早速パンを食べます。お、次ドラキーだ。この辺なんだろう、全部オートになってるので、下になんかホイミとか防御とか出てるんですけど、これ使いたい時に使えるということかな。扇の舞をね、ちょっと一回使いたいんですよね。ね、ドラクエヒーローズでもマーニャがね、扇の舞使ってましたけれども。使ってみたいけど、結構溜まるのが時間かかるのかもしれない。多分持ってる武器によって特技が変わってくるんでしょうね。なんかホイミが使えるのもいるみたい。アクアっていうのがホイミ使えるのかな。まだ体力とかも大丈夫そうだけど、一番右のがちょっと体力やばいかな。まだいける、大丈夫。 HP をねちょっとしっかり見ながらいきたいと思います。私が使うこのジバリカってなんだろう。今までそんな呪文出てきたことないけど、でもちょっと使ってみましょうか。扇の舞押してみよう。やったー、おーおー、すごい。ランダムでね攻撃するんですよね、扇の舞はね。お、あと1個、1個っていうかなんて言ったらいいんだろう。ちょっといろいろ使ってみますか。メラ、バギー、あ、これ連続で使えばよかったんだ、さっきね。早い早い。よし、着いた。ここは何だろう。神殿、星見る神殿発見。お、レベル上がりました、レベル3。はい、じゃあ次へ。ゴールドも受け取って、はい、じゃあ早速中に入ってみよう。え、魔物の気配、こんな時はキラーンかわいい。こいつは何でも見通すゴーグル。2階の奥に祭壇があるようだ。
ほうほう。ちょっと待って。なんか敵の影が見えるんですけど。ボス。ミッションってお題があって、ミッションを達成すると特別な報酬がもらえるぞ。なんだなんだ、ボスをスキルフィニッシュで倒す。道具を使わずにクリア。一度も死なないでクリアかな。今ちょっとスライムで見えないんだけど。あ、そうですね。はい。1階、2階、あ、2階は見れないのか。さっきでもいたよね。あ、たくさんいるんだ。あ、下にもいっぱいいるんだね。これ職業は何なんだろう。あ、なんかレベル4の人がいるんで、この人にしてみましょう。薬草を持って、あ、パンがないんだ。じゃあこれで OK。 行きましょう。お、HP 高いですね、マーヤさん。行きます。探索開始。あー、音楽が全部懐かしい音楽ばっかりですね。これも今オートでやっています。ホイミ、ホイミ、これ多分一番下は呪文とか特技ですよね、きっとね。これね、これただ見てるだけ今。やったー。お、宝箱。これどうすればいいの、勝手に。あ、もしかしたら後で全部開くのかもしれないですね。とりあえず早送りはせずに見てましょうか。道具、あ、ここで使いたい場合はこれで使えるんですね。4つまで持っていけるのかな、なんかそんな感じですよね。とりあえずちょっと頑張ってボスまでたどり着きたい。何か落としていった。壺や樽を見つけたら画面をタッチ。いいものが入ってるかも。お、はいはいはい。チーズのかけら。ちょっとまだ特技は置いておきましょう。これ勝手に使ったりとかはしないよね。ここは自分で押すまで使わないよね。次ボスだ。これで特技で倒せばいいのかな。わっ、この曲も懐かしい。よし頑張れ、行け。骸骨だ。ゲージが溜まったら気をつけろ。ドルマを使ってくるのか。スキルでとどめを刺そう。はい、気をつけて見とかないといけないですよね。そのまま倒しちゃう可能性があるから。どの辺で使えばいいの。あ、見てなかった。やばい、ちょっと待って。ホイミ、ホイミ、今アクアを選択しました。オッケー。あ、これもしかして使える呪文がこう変わるんだ。なるほど。ちょっとホイミ貯めとこう。あ、ちょっとそろそろ、あ、でもそろそろドグマ、ドグマじゃない、ドルマ
ドグマは違う。あ、これちょっとそろそろ、ちょっとそろそろ行きます。そろそろ行きます。やってみます。どうだ。これでいいの。スキルフィニッシュ、これで正解合ってる。ダンジョンクリア、やった。次へ。クリア報酬。え、これ合ってたのかな。大丈夫かな。やり方合ってた。目標を達成しました。あ、やったー。こういうことですね。さあ、このまま2階に行く。ちょっとミッション見ましょうか。ボスをスキルフィニッシュで倒す。防具強化素材。道具を使わずにクリア。一度も死なないでクリア。 OK、 じゃあ行きますか。2階。ちょっと強い人がいいな、やっぱり。あ、これ爪の人がいますね。あとはさっきのマーヤさん。マーヤさんもいいけど、ちょっと爪の人使ってみましょうか。弓の人もいるんだ。あ、さきさん、でもさっきまで一緒にいた人かな。あ、違うか。まあいいか。じゃあこの人で。薬草7つ。よし、増えてきましたね。食べ物。じゃあ、あ、パンのかけら使ってみましょう。チーズをのけておく。なんかチーズの方が良さそうだから。行くぞ。まだここの敵はそんなに変わってなさそうですね。お、爪爪。早く転職したい。私は基本僧侶系で行くんですが、まあ、他の仲間とのバランスにもよりますよね。でも僧侶を目指したいと思います。最終的には賢者とかね。あ、待って待って、ツボツボツボ。ハムハムハムやらチーズやら。まだ使わない。道具も使わない。あ、待って、右の一番こっちの助っ人さんはルカナン使えるんですね。ルカナンは、敵の防御力を下げるやつですね。ちょっと見てみようかな今。はあ、この人は何も使えないのか。ジバリカってなんだろう。ちょっと調べておきます。また頑張れ。よしよし、いいぞ。さあ来たボス、なんだろう。わあ、さまよう鎧。必ずあのスライムとかホイミスライムとかをよくね引き連れてますよね。そうですね、スライムから倒しましょう。いいぞいいぞ。これなんかあのガンガン行こうぜとか作戦はないのかな。命大事にとか。あ、やばい、攻撃力高い。使いますホイミ。やっぱり僧侶系は体力が危ない。頑張って頑張って。道具は使わない。うわ、やばいやばい。ホイミホイミ、ちょっと待って、ルカナン使おう。あ、ミス。え、うっそうっそ。道具も使いたくない。どれぐらいまで行ったらいいの。
はやめて、やめて、火炎斬りはやめて。ちょっと待って、いけるんじゃないかなこれ。じゃあ全部倒す前にこれやんないと。いけ、いけるか、いけるか。あー、いった、よし。これ最後スキルフィニッシュいくらぐらいダメージを与えられるかを覚えておかないと、下手したら残っちゃう可能性ありますよね、敵の HP が。ハムホイミ、なんだろう、クリア報酬ホイミってなんだろう。呪文強化玉、ダンジョンクリア、やった。なるほど、こんな感じで進んでいくんですね。光ってる、ガイアス。冒険王ガイアス、邪悪な暗黒を払うのだ。はい、これを下げろと。あ、これ前回見ましたね。はい、見ましたよ。右から左へ。はい、星を回すこともできるぞ。うん、現在地に戻る。まだまだ見なきゃいけないの。あ、右から左へ。はいはい、左から右に。次は星に少し近づいてみろ。はい、まだ。ん、キラキラを探せ。キラッと光る場所が見えたか、タッチしてみるんだ。おお、世界樹の葉、生き返ることができるやつですね。あ、こんなのが落ちてるんだ。なるほど。じゃあ暇な時にくるくる見ればいいんですね。暇な時にって。邪悪な場所を探せ。ハテナマークをタッチする。ハテナマーク。ハテナマーク。ん？ここをタッチ。邪悪な動きが活発化しておった。邪悪な動きがこの星に？またの機会じゃ。はい。お、剣。星降る剣。おお、星降る腕輪じゃなくて剣？はい、ジジイさよなら。あの戦いってなんだ。カモメ丘の教会に困ってる人が来るって聞いたな。はい、お、ルーラ、はい、こんな感じで、まあいろいろ物語を進めながらやっていくみたいですね。まあちょっとずついろいろゆっくり見ていきましょう。じゃあ今回はこんな感じでちょっとダンジョンにね入ってみましたけれども、またやっていきたいと思います。では最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録がお済みでない方は下の赤いボタンをクリックして登録してください。コメントもお待ちしております。
この他のゲーム実況や実写動画、ちょっと字が汚くて読めない、オリジナル曲の制作もやってますので、下の詳細からご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、バイバイ、バイバイ。